どうも六六目のエンタメラボようこそ。六六目のキメラジとペチとサクです。ということで海の始まり第1級は感想考察動画ということで、海の始まりかなりね、各所で話題沸騰でありまして、結構 X のタイムラインってさ、今勝手にいろいろ出てくるじゃん、はい、なので海の始まりの感想とかがさ、確かにいろいろね流れてきたりするんだけども、うん、本当にいろんな感想ある中で誰々が嫌いだとか誰々が悪いみたいな、うんうんうん、結構流れてくるよね。そうだいぶ熱の入った言葉が綴られてるんだけども、 それだけ感情移入してるってことなんだろうけど、まあそういうことであるね。そうで、その中で結構多いのが、まあかねさんのね、あ、うん、最後のあの発言が結構多くて、っていうのが、まあ当たり前でしょってね、夏に あの言葉に結構引っかかってる人が多くてですね、はいはいはい、まあ物議を醸してるんですよね。こういうことあんまり言いたくないけど、まあ確かにね、あなたの娘が蒔いた種で、たくさんの人がね、人生が変わってきてるんだよと、うん、それなのに失意の夏に対してかける言葉がそれなのかっていうね、まあね、ことは正直思うけど、あえての優しさとも捉えられるけども、そうなんだ、ね、シンプルに厳しい言葉に聞こえる、まあ、だいぶ厳しい言葉には聞こえるけど、でも本当に優しさだと思うんだよね、それは、ね、根本はね、うん、やっぱり夏をシャキッとさせるためにね、うん、言った言葉でもあるし、やっぱそこで慰めることもできたけども、そこでやっぱ厳しくしなきゃいけないほど、やっぱりあの父親一人での子供を育てるっていうことは厳しいと思うから、うん、楽なことではない、甘やかすわけにはいかないっていう意図があったのかなっていうふうに思うんだよね、うんうん、よりピシッとなったんじゃないですか、背筋が。いや、そうだよね、うん、甘いこと言ってられないんだ。いや、ほんとそうだと思うけどね、そうだ、親からのね、やっぱメッセージでしょ、うん、そう、だって本気でそれをそのままの言葉で言ってるとしたら嫌なやつすぎるよ、やばいと。さすがにそんなことはないと思うから、ないうん、だからね、ちょっとなるほど、うん、いろいろ汲み取ってね、このドラマは見なきゃいけないなっていうのは思いますね、っていう感じで第9話はね、まあ、夏と弥生の破局っていうね、大きいことがあったわけですけども、まあ、その中でですね、夏と別れるきっかけになったのが、まあ、水木から弥生への手紙、夏くんの恋人へっていうね、あれですね。で、いろいろね、弥生は考えることがあった中で、この手紙を読んで、まあ、別れを決心したわけなんですけども、まあ、果たしてね、弥生はこの水木からの手紙の言葉を自分の言葉だと気づいたのか、うん、ここが結構ね、我々のリアタイ配信でも意見割れましたね、はい、ですので、まあ、今日の動画ではね、この手紙で弥生は自分が書いた言葉を水木が使ったことに、まあ、気づいたのか、うん、で、気づいてたらどうなのか、気づいてなかったらどうなのかっていうね、まあ、それぞれの視点で語っていきたいと思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いします。まずね、あの手紙についてなんですけども、水木的にはもう会わない、死ぬ前にね、会えない人に向けて書いたよみたいなね、ことで、まあ、会う人には直接ね、いろいろ話したいからということで、夏くんの恋人へというのが書かれたわけなんですけども、角とね、話す中で、まあ、その人いたせいで会うのやめたんでしょうっていうね、ことを角から言われていて、で、水木はせいってことはないです。この人何もしてないしっていうふうに言ってたので、割ともうこの人っていうことで、なんかね、ピンポイントに誰かしら浮かんでるように見えたので、うん。弥生のね、名前も素性も知らないけども、まあ、あの時見た弥生を、まあ、想定して、書いた手紙であるっていうのは間違いなさそうだよね、うん、うん、だからそれがちゃんと弥生に届いたっていうことですね。で、そしてね、その手紙には弥生が誰宛でもなく綴った言葉を読んで、で、子供を産むことを決めた水木が、まあそのね、弥生と同じ言葉を綴っていたんだよね、うんうん、で、それを読んだ弥生は別れるって決めたの、幸せになれる方を自分で選んでねって、あんなに嫉妬していたのに水木さんのこと好きになっちゃった、だから由美ちゃんのことも好きなままでいられるっていうふうに言いましたと。うん。ね、この弥生の発言なんですけども、まあ、水木からの幸せになれる方を自分で選んでねという言葉に感銘を受けて、水木のことを好きになってしまったっていうふうに取れるから、なんかね、自分の言葉を使っていたから好きになったっていうわけではなくて、まあ、自分をね、気遣う言葉をかけてくれた水木を、まあ、単に好きになったっていうふうに思うんだよね。その選択を与えてくれた、まあ、水木の人柄、うんうん、を人として好きになってるっていうふうに感じるかな。7、8年前ですか、もうだって言葉を残して。そうそう、だいぶ経つからね。うん、そうそうそう。確かにそれだったら、あ、頭にないかもね。まさかっていうのもあるし。そうなんだよね。まあ、そう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 。それが、いや、水木に届いてるなんてさ、そう、夢にも思わないしね、そういうのもあるしね、はい、まあ、だからといって、まあ、弥生自身も数年前にね、その時は感情的に思って綴った言葉でもあるから、うん、忘れていたとしてもやっぱりこれと同じ考えっていうのはどこか心に持ってると思うから、何かそれちょっと共鳴したみたいなね、はいはい、ことではあるかもしれないよね。そうで、さっきね言ってくれたように、さすがに7、8年前の言葉だから、うん、で、割とその時のね、結構高ぶってた気持ちをね、バーッと勢いで弥生は綴ったと思うから、
そう、書き手は覚えてない可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。そうだね。そうそう。あと別に弥生もなんかさ、ずっとその言葉を書こうって思ってさ、書いたわけじゃないっていうか、本当にその時にバーって書いたわけで、何も下書きもしてなければっていうね、はい、言葉ではあるから。確かにやっぱ7、8年前とか、うん、その文房具屋とかで書き試すとか覚えてないもん、何か、うん、それと一緒にするの。どちらかというと言葉ってさ、言われた側の方が覚えてるよね。そうだね、確かに。受け手側の方が覚えてる時もある、うん、それはいい時も悪い時もね。なのでまあ弥生がね、気づいてなかったっていう可能性の方が高いかなっていうふうに思うし、うん、もし気づいてたんならそれに対してもう少し言及したり、なんか大きな反応をすると思うんだよね。なんかそれがなかったから気づいてないのかなっていうふうに思って、結構もうってぐらいしない、ね、すごいことじゃない、だってえってなるじゃん。そうだね、うん、なんかね、手紙読んだ時ちょっとなんか気づいてる風な反応には見えたけど、まあ確かにあれじゃ多分収まらないと思うんだよね。そうだよね、さすがに。それこそやっぱいいこと言うやんみたいな。いやまあそうだよね、そうそう、同じ気持ち持ってるんですよ。あ、そう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 、なんかあ響くわっていう、うんうん、ハッとした感じだったね。いやそうだよね、そう、単純に響いたってい う, う、ね、感じだと思うんだよね。うん、私、弥生って水木と同じ病院だったってことも知らないよね、多分。いや知らないだろうね。じゃあ繋がんないかも。うん、そう、まさかすぎるじゃん。そう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 。でまあね、気づいた気づいてない、まあどちらにしてもこれってかなり残酷な運命でもあるよねっていうね、いやそうだね、とこでして、そう、弥生の言葉で水木は海を産むことを決めて、そう、でもその子の登場によって弥生は大好きな人との関係に悩んで、極めつけには自分が綴った言葉が返ってきて別れを決心するっていう。そう、これ平たく言えば弥生は自分の言葉で夏と別れることになったっていうことだからね、結果だけ見ると。そう、はい、ということでね、今まではまあ気づいてないっていうねことを話してたんですけども、まあ、逆にあの言葉が自分の言葉だと弥生が気づいているとしたら、弥生はね、当時の後悔っていうのをまあ払拭できたっていうふうに思ってるんじゃないかなって思うんだよね。そうそうそう、他人に優しくなりすぎず、ちょっとズルをしてでも自分で決めてくださいっていうことをまあ実行できたのかなっていうふうに思ってて、うん、今までのね、弥生なら夏のことは好きだけどさすがに死なない子を育てるのはっていうふうに思ってたとしても、やっぱ優しさで多分一緒になるっていう選択をね、うん、今までだったらしたと思うんだけども、でもやっぱりあの言葉を見てハッて気づいて、で、あ、自分あの時後悔したなっていうね、思い出して、じゃあ今度は同じ間違いをしないようにしようと思って、今回はまあ自分のね、生き方を優先したっていうのができたと思うから、これ、後々気づくんじゃない？ああ、でもまあその可能性はあるかね。やっぱ覚えてなかったですっていうのもまあ、淡白に思えちゃうし、やっぱあの演出っていうのはこの言葉のリレーみたいな感じで、やっぱそれが回りまぐっていい方向に、結局いい方向に戻るっていうのも、見たいですな。見たい見たい。あ、でも思うな。それこそやっぱさ、たびたび話題になる、このドラマでも話題になる、そう、がん検診とかさ、はい、まあその辺あるじゃん、うん、でそれこそ弥生がね、またそこに、まあなんで今更小田原のね、病院に行くのかっていうのはちょっとあれだけども、まあまあまあ、そこに行った時にそのノートをね、何気なく見て、 あれこれ、うん、私じゃん、あ、私じゃんってなって、あ、水木さん私の言葉見てってそこで繋がって、あーっていうね、そう、やっと思い出したみたいな。それで変わる決断が、まあ、決断が変わるかは微妙なところだけど、でもね、そこに対しての見方っていうのはちょっと変わるんじゃないかなと思うんだよね。さすがに自分が紡いだ命っていうふうに思うだろうし、じゃあめっちゃ大事なとこ気づかなかったんだね。まあそうだね、でもまあそれほどしょうがないと思う、気づかないのは。そうだけど、そうそう、ハッと気づく、そうだから見直してみたいね。だからどういうルートでそこのノートにまたたどり着くかっていうのは結構難しいのかなっていう。しかも夏と別れちゃってる今、まあうとか、まあ海ちゃんがこう海が生まれた病院とか言ってこう連れていくかもしれないしな。ああ、まあなんかね、そういう巡り合わせであるのかな。なんか俺は気づいてても気づいてなくても弥生の考えは変わんなかったのかなとも思ったんだけどね。あ、はい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 、はい、もし気づいてたとしてもこの決断をしたんじゃないかなっていうところで、これからもし気づいてなくてこれから知ったとして、じゃあいい方に行こうってなるのかがちょっと気になるところだね。ああ、なるほどね。まあリアルだったらそううまくいかないけど、産方マジックでどうなるかって。そのマジック。まあそうね。でも気づいてたとしたら、もう少しそのなんだろうな、海ちゃんに対しての。まあ、そうか、な気持ちっていうのは動いてる気がするなんだよな。そうだね、もう少し気づいてたらね、あ、ヨミちゃん私のおかげで生まれたんだみたいなふうに思うだろうし、いや半々とは言わんけど、うん、結構 7-3 ぐらいの3割影響は持ってる、うん、だいぶ担ってるよな。そう、いや、あの言葉で呼んでるから。いや、そうだよね、うん、ってなるとやっぱりなおさら弥生は覚えてない
のかなって、気づいてないのかなっていうふうに思うし、うん、まあ、確かにこれから気づくとしてもこれからなのかなっていうね、はい、どっかでもしかしたらノートでつながるかもしれないしっていうので、うん、まあ、多分もしそうなるとしたらすごい演出になるんだろうね。確かに我々の想像の範疇を超えた素敵な流れでそこにたどり着いて、でそれこそやっぱまた夏とね、海ちゃんと3人でっていう風になるだろうし、そうだね、うん、そうそう、伝えに行こうか。いやいやいや、クソ演出それは俺らが伝えに行く。そうそう、結構ね、割と感想とか見てるともう弥生の決断を支持する声はかなり多いよね。はい、そうだね、もうこれでいいじゃんっていう、はい、我々もどちらかというとそっち寄りな考えではある、うん、まあ、絵的にもちろんね、見たい、3人の幸せなのは見たいけど、やっぱ弥生のことを考えたら、うんうん、これがね、ベターだと思うので、うん、まあまあなるようにあとはね、うん、なるのかなっていう感じですけども、う、はい、うん、楽しみですな。楽しみですね、うん、はい、ということで、あと10、11、12とね、3回も楽しめるということで、うんうん、でやっぱさすがに3回もあれば、うん、復縁もね、ありえるのかなって思ったりね、いろいろするんですけどもね、はい、夏と海のね、2人の暮らしみたいなのもね、次そこで、うん、なんかね、描かれそうな気もするのでね、まあ、多分こんな辛い回はもうないと思うので、もうやめてください、もうやめて、さすがにないと思うのでね、ちょっと来週からはまたね、楽しんでね、海の始まり見ていきましょう、はい、お願いします。ということで、僕たちはサブチャンネルやページの個人チャンネルもやってるので、そちらもチェックお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ジョラクロクでした。ご視聴ありがとうございました。今年の動画が少しでも良かったらチャンネル登録をお願いします。ということで、ページ、はい、水木から弥生への手紙ですっごい嫌なことが書いてありました。どんな言葉でしょう。夏くんはあんなとこにほくろあるの知ってます？うわぁ、マウント取ってきた。家もみたいな CM。